平塚川沿い遺跡は、福岡県浅倉市平塚にある、弥生時代中期から、古墳時代初頭の遺跡である。国の史跡に、指定5月19日指定。筑紫平野の東端近く、現在の浅倉市域西部の中石平野に位置している。遺跡の西側には、筑後川支流の小石原川が流れ、遺跡は小石原川流域に含まれる標高20メートル程度の微高地で、 福田大地の西端部にある。遺跡の東側には同じく、筑後川支流の佐田川が流れる。当遺跡の周辺は、筑後川とその支流の小石原川、佐田川、稲井原川により形成された平野であり、北東にある平塚山の上遺跡をはじめとして、同時代の遺跡がいくつか存在する。1990年に、平塚工業団地の造成中に発見され、 当時の天城市教育委員会と福岡県教育委員会により、翌1991年8月から1993年5月まで発掘調査が進められた。移行としては、約17ヘクタールの範囲に多重の看護を、縦穴式住居跡約300件、掘った手柱建物跡約100件が確認されている。中央部に内堀に囲まれた約2ヘクタールの楕円形の 中央集落と称する集落があり、住居のほか中央部と北東隅に大型の掘立柱建物跡が検出されている。中央集落の外側には、複雑な看合に囲まれた別区小集落と称する複数の小集落の跡が検出されている。別区小集落には、木器や玉などの異物が集中する場所があり、住居とは別の区域に工房が存在したと、 推定されている。異物は、生活土器の他に、銅保銅属、鏡片、などの製度製品や、農具、建築部材、虚具などの木製品が出土しているが、鉄製品は出土していない。植物は、足葡萄藩の木一位ガシツブラジーコなら山桃などが、出土している。時代としては、中国の歴史書に記されている、和国大乱から、山大国の時代にあたり、 このような集落構造が当時の国の実態を理解する上で極めて重要であるとして、1994年に遺跡部の112,073.88平方メートルの区域が史跡に指定された。発掘調査終了後、天城市では1996年から文化庁、福岡県の補助を受け遺跡を整備し、2001年に平塚川沿い遺跡公園として開園した。 看護、縦穴式住居、高床式倉庫などの当時の建物、古代植生などが復元設置されている。ありがとうございます。